えまあ伝統技術っていうのは要するに感性が大事なまあ感性と言ってもいいしひらめきと言ってもいいしインスピレーションって言ってもいいんだけどもそういう感覚的な部分が非常に大事なんですね。でこれはあのやはり脈診にしろ針の刺し方にしろ動員にしろやはり練習してその感性を高めていくということが必要になるんですね。とところが感性だけ高めていくとそのまあ その部分ににだけ頼ってて治療していくようになるんで要するに学問がない。で学問がじゃあどうしたらいいかっていうとまあ結局祖問レ数スあるいは召喚近忌そういうものをしっかり勉強してあの東洋医学のっていうか伝統医学の理論っていうものをしっかり勉強しないといけないんだけどもうーんどうもそこらがね、えー 伝統医学の理論というものがしっかり確立されてなかったと思うんだね。私はね。いわゆる経絡治療においてもそうだし。それ以外はましてやね。確立されてなかった。それから。今の漢方薬の方にしたってそうですね。あの。中医学もそうですね。まあ、こ細かいことはやめますが、とにかくそういうものが。しっかりできれなかった。で、今回も。その講演の趣旨は、一つはその学の部分もしっかり。やろうということですね。 うん、で防震になりますとその例えばテレビなんかでよくやってたのは患者を座らせてその前にドクターが座って椅子と椅子に座ってこう顔を見合わせてっていうそれはね、まあ、今の医学でいう指針なんだけどその防震じゃないんだねっっててはむいうのは望むっていう自覚でしょそうするとね。 例えば山,山を望むなんていうじゃない。景色を望んでっていう。そういう意味なんでね。細かいことを見る部分も必要なんだけど、実は全体の雰囲気を見るっていうのが非常に大事になります。患者に生気があるかないかっていうのを見たわけね。で、性器があれば治しやすい。性器がない人はまあ極端に言うと治らないで、えー、それをどこで見るかっていうんだけど、一つはこう顔全体なんだけども一つはね。こう。おでこがこう。 光光ってるといいるとんだねね沢がねでもそれから下に下がって鼻の頭ねここに光沢ある人は10秒でも死なないだけどこ,この顔の中心に光沢なくなると思想が出てるっていうんですねまず一つは最初目の状態ねで目の状態っていうのはこう肝に関係するっていうふうに祖母ののなんかに出てますがこれはあの肝の貯蔵をしている血の 多い少ないが目に現れるっていうことで体質的な部分がありますねだから目玉の大きい人っていうのは目の大きい人っていうのはやっぱり肝臓の血が多いんだろうしそれから小さい人は肝臓の血が少ないつまり肝,肝の血が多いことは肝実体質だろうし小さい人は環境体質だろうし。だけど 目が大きくたってやっぱり肉体労働なり精神労働で疲労すれば環境になる可能性あるしもともと目の小さい人はなお環境になりやすいわけだしまあその辺を一つ判断しないといけないんだけど環境隠居熱症っていうのは虚熱が旺盛なわけですからどうしても左右の寸法がちょっとね原脈で力有力と書いてますがこれ実という意味ではありません。ちょっとと強いんでですねで、えー、この左の左感情地は 軽く押さえてよく分かってお縦腕をすると拒しているとだからこの陰拠熱症ですからこの右の右の尺中が弦でち強い人がいますねここの右の尺中が強ければ強いほど陣境が進みますつまり左の尺中は心液の状態を見るとこで右の尺中は明文の陽気見るとこですので陽気が多ければ多いほど心液が乾きますんでねあるいは心液が乾くから 右の借地が強くなるんで。うん、環境省、人居所の人っていうのは、特にこの右の借地を注意した方がいいですね。うん。だから脈診の形ね。足はどっしりと構えて。腰を落として、ちょっと安定させて、それからこう見ますね。指の形は。この。特に右手で見る、あ、患者の右手を見るときに。こう斜めにならないようにねする。こうなってる人がいるんだよ。 そうなくてこれをするとこういうふうな形にしないと。それはいい例ですね。そう,そう,そう,そう悪い例が悪い例がこれ。はい。だからこれもダメだね。それ指が穴もね立ってるんですか、ね。そ、ね、立ってるのダメね。これはもうペタッとこうならないとダメだ。それから、えー、胸を見ていきますがここにこれこれはだいたい胸は熱を見ていきますまずねお腹もそうですが寒熱を見ていきます。 だいたいこの上腹部の上,上胸部か胸の上の方のこのエリアの熱は肺熱ですね漢方、えー、薬でいうと三獅子とかバックモンドがいくようなとこですねそれからこの胸の熱真ん中のこのちょうど眼中の胸骨のこの辺りに熱がある人ねこれはまあ石膏もそうだし超投稿をやるような人もそうですね。 緑漢、えー、さんかチンピハンゲとか緑漢さんが行く人もこういうとこに熱があります。ここにね肋、えー、骨球がちょうどこうなるんですがここに圧がある人がこれが,これが圧があってなおこの肋骨球の上の方にもねここにもちょっと圧があって圧があってそしてここがね えー、むくんでる人いるんですこういう風にしてこの人はあんまりむくんでませんがここをやるとポコンとこう水たまりができるような人がいますがこれは衰退があるんですねこの青で書いてるのは衰退ですが衰退がある人がいますこれが強強苦満であるんですねで痛いだけでも強強苦満とは言えなくもない、うん、だけどだいたい強強苦満は水がありますから単にこの腹筋がここの肋骨球だけが圧痛はなくて抵抗があるだけだったら これはキョウキョウクマンと言言いいまません。す。肺部はもう普通地震するんですがまず見ておきたいのはそのこの頭痛がするなんていうのはまあこのもう一つ肝骨辺りから見ていいんですが肝骨風痴天柱あたりのコリの具合ねあのクリクリしてるかどうかもちろん圧があるかどうかもありますが、まあ、こういうところの硬さから首の真ん中辺のコリ、それからこの上で。 寝違いなんかしてる人はこの辺が凝ってるんね、うんうん、それからこの肩甲骨の内縁ね後光八甲,甲の凝り今パソコンやる人はこれがよう凝ってますねでこれの取り方はとであやりますがまあまあこういうとこは凝ってるはい老朽はこのこれの生命線っていうやつのちょっと内側ぐらいですねこんな感じかなこれはもう 手でキュッとこうやっといて親指でこうやっといてから神官をこう持っていってそれでこれは接触診ですねこれはねえー、と老朽は可決ですそれでだから同じ秘境隠居熱唱でもいいちょっと熱が多いやつね、うん、えー、と完璧で言うと軽視か芍薬等なんかの症の時にやりますかね、えー、まあ秘境管理の時もやってもいいと思うけどもね そういういことでいきますここの大門があるでしょ親指のねこの大門のこのこ学校なんかでは多分ここだというんだよねだけどそれよりもねもうちょっとこっちに入ってここにこう内側のこの大門のちょっと入ったとこにとってそれでこれはおし出をちゃんと人差し指持ってきてそれで新幹当ててそれでこうこれも接触ですね。で ちょっとこう、足の裏をくすぐるような感じで少しこう練習やってみてみもいいですね。接触しといて足の裏をこうちょっとこうくすぐるように針を回してもいい、うん、そうするとね便秘なんかはこれでっスッと出たりするその設計をよくして指で押さえて設計をよくしよくしといてそれで針を刺すというね背中でもそうねやっぱり触りまくるでしょ私。 ああいいいうのがいいんだよ。うん、その方が患者はやってもらったっていう感覚があるし壺だけ狙ってね一番悪いのは悪い見本をやると例えば三里三里はえっとあここだこうやってそこにピュッとこう、まあ、針をこ持っていくっていうこれはあんまり,やりいいやり方じゃないね。やっぱり池敬に刺すんだったら池敬全体をこうちょっと触ってみてで まあ最初は軽くでもいいし次は強くでもいいんだけどとにかく触ってみて否してるとこ見つけてあここだとかねあるいは実施してるとこ見つけてそこだっていうのでそこに針をすると、うん、いう感覚でね触るとねいい点になるから触ってる方が、うん、でいい点で触ると患者はいいわけだし最初は変な手の人でも患者触れば触るほどいい点になっていくからね、うん、トイプードル触るのもいいんだけど。 <laughs> やっぱりね人間の皮膚触るとねいい手になっていくのよだん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 ね、うん、そういういい手で触ってあげたら患者さんはそれだけでも病気が軽くなるからね普通はこの硬いとこにこういう三振をしますこれはどういうやり方してるかっていうとこれはアップでチャット取ってもらった方がいいんだけどこういうふうにしてツボを決めたらここに心管持っていってでちょっとこう斜めにポッと叩くんですね。 うん、でこれボンと叩いたら入ってしまうわけだからちょっとそうちょっとつつ,つ,つくぐらい大体いい三振はみんな真似してるけどなかなかうまいこと真似しないでこんなやり方してる人おるけど僕のは三拍子でねこうやってこうやってちょんちょんと叩いてこうあるいはこうやっといてこうこういうやり方をしますっていうかそれから腸変身を使う。 人もいます。で、これはすごく弱い人ですね。東洋う針学会なんかはこういう針ばっかり使ってますがね長平っていうのはここが長いから長平っていうんですがね「へい、うん」「へい」っていうのは持つとこですねこれをちょうどこの境目を持ちます。これでやる場合は、えー、接触芯なんですがコンタクトですがやっぱりこれ。 これを見とってほしいんですが、こうやってツボを決めたら、ここに針を持って行って、こういう風にして親指で押さうようにします。まあこういう風にしといて、腹筋もしといて、それで脈を見ると、最初環境に見えたが必要になったり、必要だったのが環境になったりって、はっきり症が出てくるんですね。だから悪いとこが表面に浮いてくるって言った方がいいんかな。小学校3年生のモデルで、えー、小児 ですがこれ体格もいい子だし小学生ぐらいになるとちゃんと脈を見た方がいいですねえ早いか遅いか筋脈かどうかっていうことでこの子卑怯な脈ですけどでこれぐらいになりますと小児心っていうよりは私はやっぱり三振で普通の振り張りでやりますただあ,のあんまり刺さないですねこれにしてやっぱり大人ともう同じようにこうやってで、えー まあ、本受法も。これで。合身であります。まあ、背中も。普通小二診でいいです。あの小二診じゃなくて、合身で普通やります。私。は。うん、あ、ああ、ああ、こうね、<laughs> 背中こちょこちょこちょとする。あら、こちょ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 。 あら、凄いなぁ。はい、あら、凄いな賢いなぁ。コ君男前やなぁ、はい。のどいたのは、席が広いかな。のいたのは、もうこれは、人芸を、こうしあら、コー君、賢いなこういう風にして、人芸に。人芸に。ポンとやうん。それねはい、いいですよ。上 <laughs> 手やったね、こうちゃん。ええ、ね、やっ <laughs> 急性熱病っていうことはつまり簡単にはインフルエンザとか、まあ、それから COVID-19 も関係するんだけどもまあそれがよくわからない普通の熱あるいは扁桃炎の熱いろんなことで、えー、患者が来ます。で最初におかん発熱して汗がないのは漢方薬でいうと麻黄糖の症で、えー、これは廃虚陽実熱症ってやつですね。で この汗がないのが廃墟陽実熱症で汗があるのが廃墟陽系拒熱症ということになりますがあの太陽病の廃墟陽実熱症というのは詳しく言うとこれは太陽系膀胱系のあるいは太陽系の熱症ですねその太陽系の熱が陽明系に伝わって、えー、核根等の症に変わっていくんでこの時は 排尿陽明型実熱症になります。からあの今は汗がない場合ですけど、お腹を発熱して汗が出ていると排尿陽陽型虚熱症といいますが、これも太陽系の虚熱症と陽明型の虚熱症があります。で太陽系の虚熱症なら軽視等で陽明型の虚熱症だと軽視か軽視とということになります。 次は肉離れた牧念座もうこれはもうあれですね私とこではもう給湯診をやって一番痛いとこ探して給湯診やってその後、白くしてで地熱球して熱抜いて <laughs> それで白くで熱抜いて地熱球で熱抜いてあとで普通の針の三診をしてそれも写法ですねプス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 刺すようにして、うん、熱抜くそうするとまあ1週間もしたらきれいに治ります、うん、病院で冷やしたりしたらなかなかダメですね 漢方薬はね、この打撲捻挫の時にねあの東洋薬庫が出してる炭味の薬で3日通ってあるやんあれおけつのけるんだねそれと電子ニンジンこれをね 0.5g ずつと一緒にしてね 1g でもいいんだけど電子が高いからあれだけどまあまあでも 1g 使ってでねこれやるとねすごい楽なそうだ、うん、足の捻挫なんかすごい楽だ、うん、っていうので打撲捻挫にはこの薬がいいと思う。 乳腺炎はもうハリキュウで治りやすいこれはもう乳房のその硬いところに接触心絶対させちゃ駄目ですよ腸変身でもう接触するだけで硬いの柔らかにしようなんて思わんで、ね、いいのもうとにかく硬いところに接触心僕はもう何にも治してると思うけど確かあい子も長女のあい子も確か乳腺炎やったと思うんだその時も接触心した、まあ、乳房は出さんようにねちょっとタオルで隠したりして。 やりますが、とにかくその硬いととかにスッと接触し、それでまあかんぺん薬飲むとしたら冬さ酸とかねいろいろあるけどあんまりにも硬いのはねあれあの、なんだそこの隣の警察官の奥さんはまた松山に居ることだったけども乳腺炎で4人目産んだ時乳腺炎でうちで張りしてで、40度近く熱があるから肺のうさん飲ましてだ帰りにね トイレ行きたなってどっかの公園かなんかにトイレ行ったんだろうと思う。そこで便秘せたんが出て、それでそれで熱下がったって。それっきり幽症も治った。